はい、皆さんこんにちは。今日はね、板橋にある中華そばいぶきさんに来てました。すごいね、お昼時になると大行列ですね。で、お店の前はね、6人しか並べなくて、お店の道路挟んだ反対側にね、本当にお昼になると30人ぐらい並んでます。なかなか入るの大変です。で、中入りますとね、食事中はスマホをいじるなと張り紙がたくさんしてありますので、今日はね、今回は動画ではなく写真でやります。でね、すごく煮干しの味が濃くて、煮干しが大好きな人はね、これ最高なラーメンですね。で、チャーシューもね、トロトロでして、で、玉ねぎがいいアクセントで、麺がね、パツパツの麺ですね。これがね、本当にすごく美味しいですね。はい、かなり煮干しの味が濃いので、苦手な人はちょっとあれかもしれないですけど、私は好きなので。で、これはね、あの、替え玉の、あえ玉ですね。替え玉に味がついてるタイプですね。でね、これ混ぜるとね、もう、スープの中入れるのもったいないぐらい、このまま食べたいですね。ほとんどこのまま食べました。で、ほんとうまいんでね、皆さんもぜひ行ってみてください。あえ玉絶対鉄板です。以上です。